ブログということで、はい、今回私たちタイに来てるんですけども、はい、今日何するんでしょうか、小崎匠さん、はい、今日は、動物園ということで、今日はですね、サンプランエレファントグランドズーというところに行きます。全部言ってくれた、ありがとうございます。はい、まあ、このね、動物園自体なんかゾウに乗ったりとか触れ合い系の、そう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 、ワニにまあまあ餌やったりとか、はい、なんかできるなんかサファリパークらしいんですけど、同施設で、はい、今日はここ4人で行って、なんとミッションを達成しろということなんですよ。すごいミッションよね、これミッションありますよ。ちゃんとミッションすぎてびっくりして、びっくりしますよ、これ。音声じゃないの、これ。ガチの鳴き声だ。うわぁ。うわ、近っ。うわ、キライ。トラだ、あ、ライオンだ。はい。うわぁ、キライ。こっち来た。来た。うわぁ。怖ぇ。ライオンさんじゃん。ライオンさんがいる。おぉ、ライオンさんだ。うわ。こんにちは、よろしくお願いします。ひろとくんがあっち行っちゃった。こんにちは、よろしくお願いします。なんか買いますか、お兄さんたち。お盆の日も食べたい。いいじゃん、ちゃんとタイプも買って。タイプいいよ、タイランドって書いてあるから。今回の軍資金、1億円らしいんで。めちゃくちゃある。はい、全然、なんでも欲しいものあったら言ってください。あります。これ買いましょうか。あ、これ購入しますか。せっかくなんで、確かに4人で。ありがとうございます。あ、チアーズ。食べます。食べます。あ、チアーズ食べようか。美味しい。暑い時に食べるアイスバグめえよ。わあ、乗ってるよ。え、もう乗ってる乗ってる。あれか、あれだ。みんなで乗れるんだ。だから呼んでる呼んでる。え、じゃあ揺れる。すごい。すごい。ゾウですか。ゾウですか。ゾウです。やっぱり上からだったら、まさかゾウに乗ってるとは。ね、本当にそう。見える。ゾウ。初めてゾウに乗ってます。初めて。結構思ってるより揺れますよ。揺れますね。すごい。いや、俺も初めて乗ったけど、ずっと乗りたかったんですよ。あ、かなったじゃん。そう、乗ってみた。でも、こんな椅子、ゾウの上に椅子、確かに確かに、なんて思わなかった。ここに乗ると、そのまま乗ると思って。でも乗れないね、この上には。すごい、骨が硬いんだ。ゴリゴリゴリ。
カチュウで乗って読んでもらいます。乗ってます。やばい、水行くんだ。水行くんだ。思ってたよりこのボーナスね。結構俺たちのゾウさん早くて早かった。前に追いついて、なんかいろんなところに臭くてめっちゃ良かった、ね、写真も撮れるなんて、また乗りたい、また乗りたい、ね、いい経験になりました。これで1ミッション1クリア。クリアクリア、楽しかった。さあまだね、ワニに、ワニに餌やりというミッションも残ってますから、こっからがまた本番でございます。誰が餌やりするか、さあ行きますか。行きましょう、行きましょう。ワニ、皆さん、はい、餌がチキンと、チキン、鳥、やっぱ鳥好きなんだ。まあ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 、僕が違う。おーね、ちょっと食べたかったんだろみんな来た、みんな。さあ、さあミッション成功だ。こう。めっちゃ楽しかったね。あ、まだもう一個あるわ、ミッション。何あれだ、ご飯だ。ご飯、はい、ご飯だね。ご飯ミッションだ。トラは、トラ、トラは実はなんですけど、はい、お亡くなりになられて。え、そうなの。はい、かわいい目、ね、クリックリ開けて、いいね、開けるよ。わー、あー、はやくの、あー、くの、はや、わー、えー、わー、すごい、かわいい、すげー、すごい、ちゃんとはめて、ちゃんとはめて。本当にありがとう。今日は楽しかったよ。マリー。いや、マリー見てるよ。すごい、すごい、合ってるわ。ターミネーターみたいな。おー、さあ、オーケー、オーケー、ありがとうございました。すごい、いい写真撮りました。じゃあ、フォースシングルのジャケ写にしてください。コンセプトワニで、コンセプトワニ動物園じゃなくてワニ。アルゲル、アルゲル、ワン、アルゲル。今からタイ料理をいただきたいと思います。めっちゃ楽しみました。雰囲気がすごい、ね、はい、タイの雰囲気しますね。ほんといろいろ頼んだんで、ちょっと楽しみにしてください。今日は明日、僕の好きな
タイ料理コンニャンです。俺ね、昨日4つぐらい食いました。美味しい。チャイアーン。そう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 、やった。めっちゃ小さい。美味しい。アロイね。アロイマンマーくっつけてみようかな。アロイマンマー、ちょっと辛いかな。あ、めっちゃつけすぎ。ガチガチ、多分つけすぎだな。あ、すいません。こんなに買ったんですけど。あ、これ、じゃあ、皆さんに配ります。あ、俺らもらっていい？そうですよ。うん、ありがとう。これが4人の思い出でしょ？じゃあ、色、色ある。視聴者の方、こちら。プレゼント企画。プレゼントしないで。4名かとか言えないから。はい。なんか感じだね。まあ、お店に来て、はい、これ食べて。どうでしたか？楽しかったです。念願のゾーンに乗れたので、大大大満足です。写真も撮れたし、これか、素敵な写真もいっぱいあるので、載せたりしますか？楽しみにしててください。美味しかった。やっと俺の念願の。パッタイ。大量に乗ってきたっていうのが思い出ですね。大わかしてたね、なんかワニだけどです。それでは、はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。